政府は秋の叙勲の受賞者を発表しました。極日中受賞には元プロ野球選手で参議院議員も務めた江本武則さんらが選ばれました。誰がどう見てもやはり自分だけの賞じゃない。70歳から少しなんか違うことをしなきゃいけないかなとか思ってる時のこうけじめとしてね、この賞はなんか思わぬ。 あの一つの自分の人生の区切りになるような出来事だったんじゃないかなと思うんですねまた極日小受賞を受賞する台湾出身の評論家金美玲さんは日本語や日本文化の普及に貢献したことが評価されました二つの祖国持ってると思ってますから日本と台湾ってだこの二つの国がこう仲良くできたらいいなってずっと思ってますんでずっとずっと まっとうに生きてきたことが認められたっていうことでしょうかねさらに喜劇や CM などで人気を集めた俳優の大村コンさんも極日賞受賞を受賞するなど受賞者は4103人に上りました外国人の受賞も149人と過去最多で覆面プロレスラーとして日本のリングで活躍したザ・デストロイヤーさんも極日総工賞を受賞しました